アダルベルト一世は、イブレア編境博で、アンスカーリオ一世の息子。最初の妻は、イタリア王ベレンガーリオ一世の王ジョジゼラであった。この婚姻により、イブレア編境博を継ぐ、ベレンガーリオ二世が900年頃に生まれた。また、娘ベルタは、モデナの女子修道院長となった。アダルベルトは914年に妻に先立たれ、 トスカーナ編境伯アダルベルト二世の娘、エルメンガルダと二度目の結婚を行った。二人の間には、アンスカーリオ二世が生まれた。アダルベルトに関して、926年2月28日の文書に、初めて編境伯として、以下のような記述が見られる。エゴアダルベトグレイシアデイヒュームリスマークを引くイン、イタリア。924年に、ルドルフ二世から復博。 アウトベルトに当てて発行されたアスティのカステルベッケオの寄進状では、非エルメンガルダ及びアダルベルトの息子たち、ベレンガーリオとアンスカーリオのことを仲介者としており、この時点で息子らのことをインクリーティコミューイツと明示していた。これは二人の息子が小さな白量を授けられていたことを示唆している。アンスカーリオ二世はアスティ薄量をベレンガーリオは 鳥の白霊をそれぞれ支配していたと何人かの学者が推測している。アダルベルトはエルメンガルダと結婚後、イタリア王位にブルグンとオールドルフ2世を据えるため、ベレンガーリオ2世と対立する動きの中心人物となった。903年頃、イタリア王ベレンガーリオ1世とベルティラディスポレートとの間の娘ジゼラと結婚し、以下の子上を設けた。百十四年頃、 トスカーナ編共博アダルベルト2世と、ベルタとの間の娘エルメンガルダと結婚し、一難を設けた。AAA、VV、エンセクリペドやバイアグラフカウニベルサーレ、トレッキニー、2006、AB がビアに N、アスティネースオイプリンスポライジコルディストーレイチ、アスティ、ボリューム I、1927、P353、A ベジナ、グワイラ、 in, リ用なアーリオビーグラフィコで、リイタリアーニ、ボリュームローキシー、ローマ、エスティートートデラエンセクリペドやイタリアーナ、2001。ありがとうございます。